2021年の春、日華ウイスキーの工場見学に行ってきました。工場見学や試飲、そして併設しているレストランに行ってきたので紹介させていただきます。北海道の余市町に日華ウイスキー工場があります。で、工場見学の受付をして中に入ってきます。入り口で出迎えてくれるこの方はキング・オブ・ブレンダーズ、ブレンドの王様と呼ばれていたイギリスのウイスキーブレンドの名人、W.P. ローリーさんです。こちらの施設、ガイドさんの声や動画撮影は NG となるので、施設内は画像のみでお送りしていきます。敷地内は結構な広さがありまして、訪れたこの日、2021年の3月だったんですが、あいにくの雨でした。まずはウイスキー作りの工程ですね。ウイスキーの原料は主に3つとなります。穀物、酵母、水が基本となります。日華ウイスキーはモルトだけを原料としたモルトウイスキーを作っています。糖分の少ない穀物はワインのようにそのまま樽に入れてもアルコールにはなりません。なので、この冒頭にあるように、長い工程、手間をかけて、美味しいウイスキーが出来上がります。一つ目として大麦を発芽させます。これにより澱粉質を糖に変え酵素が発生します。二つ目に発芽した麦を乾燥させます。この乾燥した麦がモルトと呼ばれるものになります。で、実際のモルトと、あとは重要なピートという材料の画像がこちらになります。で、ピートというのはモルトウイスキーの香りを特徴づける重要な材料の一つです。野草などが炭化した泥炭です。ピートで麦芽をいぶし、ウイスキー独特の香りが生まれます。3つ目の工程はモルトを粉砕して加水、水を加えていく作業になります。4つ目はろ過して、そのろ過したものが、麦汁、ウォートというものになります。5つ目に酵母を入れて発酵させます。これによってもろみが完成します。6つ目は蒸留となります。蒸留してできた蒸留液、ニューポットと呼ばれるものなんですが、こちらはアルコール度が 65% から 70% もあります。加水調整や樽での熟成が行われていない、いわゆる原酒となります。以前はなんとこの状態で飲まれていたそうです。7つ目は樽熟成です。これで最終的にまろやかなウイスキーが完成します。樽での熟成期間は10年から15年程度が一般的となります。こちらが蒸留所になります。上に並んでいる茶色のポットのようなものはポットスチルという蒸留器になります。下に石炭と釜がありまして、余市では重厚でコクのあるモルトウイスキーを作るため、高火力の出せる石炭で蒸留をしています。ポットスチルの温度を800度から1000度ぐらいにするために、絶妙なタイミングで石炭をくべる必要があります。高温で作り上げられる適度な焦げが余市モルト独特の重厚さを作り上げています。日華ウイスキー創業者の竹鶴さんがウイスキー作りの理想郷を求めたどり着いた場所、そこが余市町でした。こちらスコットランドと気候が似ていて原料が豊富なことが選ばれた理由になります。樽熟成の様子です。これによって美味しいウイスキーが完成します。こちらは以前研究室として使われていたリタハウスです。リタとは創業者である竹鶴さんの奥様の名前です。以前はこの中でウイスキーのブレンディングが行われていたそうです。ウイスキーは一つの銘柄を作るのに20種類から50種類もの原酒をブレンドします。それらを行っていたのがウイスキーブレンダーと呼ばれる方たちです。蒸留所の見学は以上になります。次回の動画では試飲やレストランの様子をご紹介していけたらなと思います。コロナによる緊急事態宣言のため、残念ながら2021年9月現在は休業中となります。とても楽しいツアーですので、再開した際はお出かけ先の候補に入れることをお勧めします。
それではご視聴ありがとうございました。